これはブームとかじゃねえなっていうか、もう本当に宗教。ネット社会になりつつあった時期で、比較的に非常に身近に接するっていうのがいいんじゃないかなと。アイドルっていうのは年齢で結構決められちゃうところもあるし、男性のファンタジーとか男性が癒されることとか、社会が必死に守ろうとしている。